息をして、お願い。どれだけ必死でも所詮この程度だもの、気の毒になってくる。体力の限界を超えていたんだ。目の前が真っ暗だ。いつも簡単には治らないし、そうなるわよね。あんたも首を切ってやるわよ。ダキ、私の支配から逃れた鬼がいる。朝の波紋用の着物に市松柄の帯の娘だ。ええ、もちろん名振り殺して差し上げます。消えるしかドアがないのか。なんであの方の支配から外れたのかしら。あんたみたいな半端者じゃ、それだけの傷すぐには再生できない。鬼同士の殺し合いなんて時間の無駄だし。は？ちょっと待ってよ、何なの。足が再生してるんだけど。